ハニュー・ユズルとのドキドキ対決。ソラジが新たな魅力を発揮。5日に放送された日本テレビ系夕方のニュース情報番組、ニュースエブリー。2位、フィギュアスケート男子で措置、平イの五輪連覇を果たしたプロスケーターのハニュー・ユズルさん、28、が生出演しました。ハブさんに積極的なアタックを試みる同局天気予報のキャラクター、ソラジが話題になり、トレンド入りしました。ハブさんは、 伝えたい思いのコーナーで、3年前の熊本豪雨の被災地をリポートしました。その後、天気予報のコーナーにも出演し、スケートのジャンプに挑戦しました。ソラジローはジャンプで半回転、その後1回転に修正を成功させましたが、ハブさんは冗談を交えながらもアドバイスをしました。この間より上手になってますね。遠心力をもうちょっとギュンとつければいいですねとソラジローをねぎらいました。 その場面でキャスターの藤井隆彦アナウンサーは、空次郎、聞いてないでしょ話をと突っ込み、笑いを誘いました。空次郎がハブさんに積極的に近づく姿に、ツイッター上では多くの反響が寄せられました。空次郎、ロックオン、近い、近づいてる。空次郎、懐きすぎ。空次郎がハブくんを至近距離でじーっと見上げるたびにハラハラしてしまったと言った。 視聴者のドキドキする声が飛び交いました。この出来事により、ソラジロは一躍注目の的となりました。彼の可愛らしいキャラクターとハブさんへのアタック姿勢が視聴者の心を捉え、多くの人々が彼に注目しました。ソラジローがハブさんに近づき、スケートのジャンプに挑戦する場面は、視聴者にとっては一種のスリルと興奮を伴うものでしたソラジロの挑戦によって、番組には新たな魅力が加わりました。 視聴者は空次郎の活躍にドキドキし、彼がハブさんの近くでジャンプを成功させる瞬間を心待ちにしました。このような展開は予測できないものであり、視聴者にとっては驚きと喜びが混ざり合った貴重な瞬間となりました。また、空次郎のキャラクター性も大いに魅力的でした。彼は天気予報のコーナーでの出演が主な役割でありながら、自身の限界に挑戦する姿勢を持ち合わせています。 ソラジロの成長ぶりに視聴者は共感し、彼の努力や向上心に感動しました。その一方で、ソラジロがハドさんに近づく様子は視聴者にユーモアをもたらし、和やかな雰囲気を作り出しました。このような出来事は、テレビ番組における予測可能性とキャラクターの魅力が重要であることを再確認させます。視聴者は常に新鮮なエンターテイメントを求めており、 ソラジローのようなユニークなキャラクターが番組に登場することで視聴者の関心と共感を得ることができます。今回の出来事を通じてテレビ番組は予測不可能性と創造性を追求することの重要性を再認識しました。視聴者は単なる情報提供だけでなく感動や驚き、そして笑いを求めています。そのためには独自のアイデアや斬新なキャラクターを取り入れることが必要です。これからも テレビ番組は視聴者の期待に応えるために常に新たな試みを行っていくことが求められます。視聴者にとって心躍る番組となるためには予測不可能な展開や魅力的なキャラクターを通じて視聴者の心をつかむことが重要です。